見ました？ツイッター。私のあの嬉しそうな顔。パーって。あんただって拡大してたもん。見ました？見た。ツイッターでハッシュタグ君そむラジオで、うん、私追ってたんですよ。田村さん本当に泣いてるんだろうねって言われてて。伝わっててよかったね。よかった。いや本当に嬉しそうだったし、はい、何よりだったんだけど、わざわざあんだけ笑顔で半泣きの顔を自分でアップにしたやつをツイッターに載せるかねと。いや本当に嬉しかったんですもん。よかったです。おにりテイクしまくった車内アナウンスあれ大変だったんですよ。駅名でいうとこう西岸駅。私目の前で源さんのリテイク見てましたけど、くそガンタだと西石が言えねえってすっごいもうガンタのこのなんていうんですか、そうローな感じなんだけど、ちゃんと真面目に、多分キャラとしては言うっていうところで、その微妙な塩梅、ガンタとしては分かるんだけど、こうちゃんと伝わるようにっていうことを意識しすぎた結果、西石で20回ぐらいリテイクしたで、しかも大丈夫ですよって言われてても源さんストイックだから、いやちょっと違う義のなんか母音のなんか感覚が多分これ聞きにくいって思ってとか、これ第3回目にしてちょっと聞きたかったんですけど、いつも私が秘密のラジオ活動スタートやぜって言うじゃないですか、これちょっとガンタ君に聞いてもいいですか？お前やり返してくるななのでその前は私に言わせてください。分かった。じゃあひっくり返し、今回始めていこうか。それでは始めていきましょう。秘密のラジオ活動スタートやぜ。山下さんの声ってなんであんなにいい人なんでしょうね。本当になんであんなにいい人なんでしょうね。なんで？ゲスト呼びましょうや。山下さんね。なんでそんなにいい人なんですかって目の前で聞きましょう。そしてイサキが来てから空気読んで帰る受けが。見ました約束の取り付け方。なんか写真の練習だから。お前ら付き合っちゃうよって、そうそれがねやっぱり付き合っちゃうよ、いやヒュヒュみたいなやるを夜にやる、もういいないいな。君そむネームちととしろさんいただきました。ありがとうございます。何ですかげんさん、たさん、こんばんソムニアって何？我は聖地巡りが趣味で、最も遠方だったのは本州最南端鹿児島県の佐多岬でしたが、自家用車で高速道路を使用せず往復で4000キロを走破しましたすごい。さすがに細かいことは言いませんが、青森から鹿児島まで行ってる。本当ですか？言葉が。この後お二人は聖地巡礼のご経験はございますか？都市名や、地名などをお知らせいただければ勝手に想像しながら楽しみたいと思いますって書いてますけど、まずその前にあなた青森から鹿児島県まで行ったの？自家用車で？車ぶっ壊れませんでした？うちのお姉ちゃんは車ぶっ壊れました。途中からエアコンが効かなくなっちゃって、大丈夫でした。なんか。そしてもしよければ愛子さんとかも、神さんとかも。私それ言うか言うまいか。ごめんな、俺が先に言ったわ。やっぱ先輩はちげえや。言ってったもん勝ちして、俺最近夢叶ったこともあるからさ。そっか、夢は口に出してたわけなの。やばい、どうしよう。森七菜さん会いたい。いつ会えたらを。愛子さん会いたい。会いたい。本上さん会いたい。眠れない。二人のナイトって聞きたい。りがたいことに僕のことをこう応援してくださるファンの皆様とかがこうインソムニアとかすごく応援してくださってありがたいんですけど、ほぼ全員そのままこのちゃんの方まで行くっていう。どういうことですか？多分このちゃんの方ほぼほぼフォローしてんじゃない？ありがとうございます。仲良くやっていきましょうね。仲良くやっていきましょうね。知りたいよみたいなっていう感じですごいこうなんかこのちゃんの方も応援してますみたいな。俺ら永遠たちだろ。イエーイ。これからは勇気を持ってエゴサします私も。じゃあありがとうございます。そんなに無理しなくていいからね。階段からもうあと1段で降りれるっていうところまでヤドカリが生きてた。なんでって思って。いる。なんでヤドカリがいるの？思ってこうやって持って帰るじゃない。両手で包み込んで。どうしたと。で2階のヤドカリのケースに戻そうとしたらヤドカリがヤドカリケースの角にこう重なって最後の上から出てって協力戦で俺を置いて先に行けってやってた。そんなことできます？やったのか。やったんですよ。こいつだけ出して。一匹だけ出して残り2匹は角で待ってた。アニメのレギュラーにね、入らせていただいたのが「君様」が初めてだったので、こんなに長い時間女性声優と空間を共にするって。あなたも女性声優ですけどすいません気持ち悪いこと言ってドキドキしちゃって、目の前にどうしよう諸星さんがいらっしゃるっていうドキドキ、伝わってたのかな分かんないですけど。なんかそこら辺もお聞きしたいです。大丈夫でしたか？私気持ち悪くなかったですかってお聞きしたいです、ね、本当に現場で喋ったのはコナちゃんと山下さんくらいだから、あと狩野さんが少々ごめんね、なんか私の塩コショウの少々みたいな感じ狩野さんを少々みたいな狩野さんもゲストで来ていただきたいですね。